頑張ってるけど、それは多少は日焼けするよ。あのね、風邪ではない、体調不良ではない。なんかね、ずっとね、当たり、何これ、何これ、これ何？これ何？レッドブルさんありがとう。何これ？あ、当たったんですけど、なんかくれるんですか？今私当たったんですけど、何をくれるんですか？当たったんですけど、なんかもらえるんですよね。でも当たりって、あ、ちょっと鼻声だしね、鼻水やばいしね、大変なの。当たったからなんかくれるんですよね。とうとう福井にもイオンモヌキがオープンした。何イオンモドキって。てか福井イオンなかったの？レッドブル翼、レッドブル私飲んだことないんだけど。だってなんか欲しいじゃん。だったら私はね、今日仕事だったんです。うん、これかっ、なんか多分ね、チュルチュルなフィルターがついてるけど今荒れてるよ。本当は実際見たらもうなんかね、本当にさ、なんかもうさ、こうむき卵みたいなさお肌になりたいんですけど、どうしてもこれはね、遺伝と言いますか、なんか私は多分ニキビちゃんとかはあんまりできないんですけど、ニキビちゃんとかあんまりできないし、何ですかね、あの乾板、そばかす、なんか乾板みたいな、なんか私多分女性ホルモンじゃないね、ホルモンバランス結構悪くて、でそういうので乾板できやすいらしくて、なんかそういうのがこうちょこちょこの辺にあるから、なんかこうパッと見で、あ、つるっとむき卵みたいに見えないのがすごく悲しくて悩んでます。美容皮膚科行ったりとかはしてるんですけど、そんな簡単によくなくなるものではない。なくなってもすぐさ増えてくんの。マツパはもうね半年ぐらい行ってない。最近行ってない。やばい、なんかどんどん諦めてきてるやん。こんばんは、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。ラペーシェさん、ラペーシェさん、久しぶり、ありがとう。推しメン増えたんだけど、誰推しメン、ちょっと鼻を噛んでいいですか。そうだよ、お酒飲んで酔っ払ってる配信ぶりだよ、みんな。出張の時ぶり。そんなこともありましたね。覚えてますよ、ちゃんと。マカローニ48さん、ありがとう。おー、藤島かほりんの面白かった。そうなの、あれ面白かった、面白かったですか、あの配信は。推し活してますよ、私は。あのニアリーイコールジョイの小沢あゆみさんに推し活してますよ。で今日も仕事疲れた、今日も外だったからさ、外だったの。疲れて、でもなんか今日嬉しかったのは、本当に顔ちっちゃいですねって言われたから、もう今日一日ハッピー。褒められたから、いい感じのめんどくさい感じで可愛かったよ。でもね、私ね、普段言わない。スペイベ締め切り、やばい、ちょっと待って、やばい、それはあかん、ちょっと待って、それはあかん、ナイス、忘れそう、そう、大事。普段はそんな酔っ払わないんです、その外とかで飲むと。スペイベ顔の小ささにはそこそこ定評はあるね、多分。それぐらいしか褒めないことないんで、なんかそう、ちっちゃいですねって褒められて嬉しい、褒めていただいて嬉しいって思って。白田恵さん、ありがとう。ラペーシュさん、ありがとう。マーコリンさん、ありがとう。
ああジャガピリカ 手ずっと持ち歩いてるのやばい。私が来そうな場所をね予測するとみんな会えるんだよ、知ってた？あのカマチの褒めるところが顔小さいしかないわけないやろ。はい、じゃあ他に褒めてみてください。はい、早く他に褒めるところを言ってください。ガラキダポッポさんありがとう。成田小日向ちゃんとの握手。お酒そんな飲まないよ。この間 その出張が結構久しぶりに飲んだから、もうねダメなんです、むせ、なんか喘息っぽくてむせちゃう。だからそう喋り方声が可愛い。あ、いいね。それでもさ現役時代にさ割とあのお話し会とかで言われてた気がして嬉しい。生きてる、そうだよね、いいとこだ。おた話が楽しい。おいおい、他には面食い。ちょっと待って、私って面食い？え、面食い、確かに、いやイケメン嫌いじゃないよ。え、でもなんか王道イケメンタイプじゃないです。なんかちょっとおーってなっちゃう。私のタイプね、分かる人はね見たらもうすぐ分かるよ。地元の花火大会どこ？地元どこ？地元教えて。目黒蓮、私目黒蓮推しって言ったことあるっけ？違うね。Tシャツいつも黒の無地しか、え、そんなことないです、全然これ着ないです。え、切ったエリコちゃんマジ可愛いね。見え。田中圭さんもそうやけど、いや最近はね、でも田中圭さんちょっと一旦今ブームは落ち着いてるね。ラポネットだと誰？うわ、誰だと思う？荒木田ポッポさんありがとう。スリさんもありがとう。反町隆史風のイケオジになりたい。あ、いいねいいねいいね。敬語、あ、敬語もいいね。あ、割と好きです。私はでもあの純喜みたいな、河野純喜くんって調べて、みんな河野純喜くん、みんな河野純喜くんが好きなんです。私ずっと言ってるの、あの河野純喜くんと結婚したいって河野純喜みたいな人と結婚したいってずっと言ってます。はい。私のタイプで INI だったら後藤健、ジャイアンツだったら蝶野久義。はい、これでどうだいたい好み分かってきたんちゃう？よしさんありがとう。元気？群馬元気？え、私蝶野さん大好きなんだけど、ゼベワンは分からん、人がゼベワンね、メンバー覚えらんない、分からないです。キュウリムニだ、イケメン、いやイケメンよ。でもなんかさ、こう少女漫画のあれみたいな感じじゃなくない？え、ね、蝶野さんがマジでめっちゃ好きなんだけど、あの全然あの野球詳しくないんですけど、なんか私でもあの お肌がおなんてよ、よしさんありがとう、てるゆきさんもありがとう。なんかお肌が白いとか、なんか塩顔とかってゆいかはあのなんていうんですか、健康的なお肌の人でが好きです。あとあのなんかちょっとかわい、ちょっとテディベアっぽい感じ。あ、プロレスラーの方じゃない
雪ねレッスンのレッスン着でレッスン着なかったんですよ。あのなんかあのその頃 T シャツとか存在してなくて友達から借りてました。かもちさん痩せた？え、どうだろう、痩せたかな。え、違う、好きな異性の話、そんなことはない、そういうことじゃない。ねえ、桜坂のやつやばかったよね、普通にど、ね。ちなみに桜坂はユーズ推しです。え、そう、テディベア、え、このテディベア感伝わらないかな。しようか、なんだろう、じゃあ、多分、ん？彫りが深いとかではなくて、なんか顔が顔が濃いみたいな感じではなくて、なんて言ったらいいんやろな。うーん、でもパッと見だからな。赤楚衛二ちゃんは飽きてないです。飽きた。いや、ブームは今去ったけど、でも相変わらずあの顔を見たら、あ、かっこいい、好きですってなりますね。うん、難しいね。エビ様さん、ありがとう。こんばんは。初見さん、こんばんは。難しくない？なんて言ったんやろ。イコノイジョイならわかるけど、坂道系はほとんどわからない。イコノイジョイの話なら何でもどんと来いだよ。せーの、いかないじゃん。 TBS で残酷な天使の手で歌ってる。じゃあ私も残酷な天使の手で歌うね。青い風が今胸のドアを叩いても、悲しみだけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに理由で。しょこちゃん、惜しい、素晴らしい。運命さえまだ知らない。え、体育館ディスコいいね。痛いけ大好き瞳歌いながら喋る人だけど君気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からで飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ幸せになれ。ね、咳と鼻がやばい。不思議な島もちゃん You do me do just be honest 不思議な島もちゃん You do me do just be honest 制服まとって秘密の授業 Baby 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 babyスタートを取る進み第一ボタン、放課後は開けちゃって先輩には内緒だよ、夏休みは中止、今が楽しすぎるから、終業式巻きで終わる。え、そうだよ、クロスライブの時私マジ声出したから。ショーが始まるよ、あれでしょ、 AKB の48グループ選抜みたいな、あのダンス選抜みたいな。八木あずきちゃんと伊藤桃花ちゃんとゆいちちゃん、なんでゆいちちゃんだけフルネームじゃないねって。グッドモーニングコール夏やば、全員わかるよ AKB。 あずちゃん優勝してた、かわいいかわいい、マジで。でも聞いてほしい、あのね、私は AKB のこと大好きなんですよ。 AKB のこと大好きなので AKB の布教をしてるわけです今でも。もう19期だったら誰に注目して、よくぞ聞いてくれた、今その話をしようとしたんだ。
あずちゃんと井上凪ちゃんが、はい、19期みんな可愛いんですけど、私はですね、そう、ちょっと布教をしてるわけで、この間なんかさ、あの歌番組に全員出てたじゃん。だから集合写真がさ、全員の集合写真あったじゃん。だからね、あれをね、友達に見せたんですよ。で、このお友達は全然アイドルとかも詳しくなくて、その今の AKB とかも全然知らなくて、で、あの男の子2人がいたんですけど、その時にいろんな人見せたんだけど、で、見せてたの、その2人に、はい、この中誰がいっちゃんかいって言ったら、1人は新井さえちゃんで、お目が高い、お目が高い、本当に素晴らしいよっていう、それはもう大正解って言ってで、もう一人はなんか一番右の端っこの子って言って、白鳥沙莉ちゃん、ロリコンとか言っちゃって、あとか言っちゃってでもマジで大正解とか言って、そう、いやこの子はマジで将来バゲるとか言って、そうそう、でも確か大人っぽい顔だよねって言って、そう、大正解、素晴らしい、お目が高いとかって言って布教してたんですよで私も19期だと白鳥ちゃんに期待してる。まあまださ、若いけんさ、これまだ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 先かもしらんけどさ、私は絶対にこの子は大切に育てないといけないと思ってるの。サリーちゃん、サリーちゃんか、そう、この子はマジでファンの皆さんよろしくお願いします。この子のことは絶対に大切に育ててください。私が保証してます。保証しないけど、私はもう、あの、私は多分皆さんもそうかもしれない、いやでも皆さんちょっとわからんな、あの私はもう本当にいろんなアイドルが好きで、なんか結構こう先見の明が当たるというか、なんか私注目してる子なんか、あれなんか伸びてきたみたいなところがあるし、こうメンバーなんかいろんなグループ、他のなんか全然関係ないグループでもなんか、あ、なんかさ、センターがやっぱり人気みたいなのあるやん、でもこの人ってみたいな、ここの人って、確かになんかこう大衆でパッと見でこの子この子推しみたいな感じにではないけど、実はパフォーマンスとか見たら、あの、なんていうんですか、根強いファンを捕まえるタイプですねみたいな、わかるんですよ私で、あ、でも結構人気出ますねみたいな、なんか当たるんですよ、結構当たってて、マジでみんな、あの、大切に大切に大切に育ててください。 DH さんよろしくお願いしますそう、そういう気持ちで見てる。え、でマジでさ、私のおかげで一個の以上にハマった人何人いるんだろう。新センター誰だろう、誰ですかね、新センター。やばい、鼻水やばい、ちょっと待って。いや、鼻赤い、鼻噛みすぎて鼻赤い、ちょっと待って新センターね、え、新センターなの、初めての人って決まってるの。乃木坂一人で気になる子いる、誰、5期生、
五期ね。五期。よきちゃん。え、広島なの地元。私小川彩ちゃん推しなんです、5期だと。だからマジであーやもうマジ大切に育ててください。大切に大切に育ててください皆さん。あーやは最年少にさ、最年少大好きかよっていうあるかもしれないですけど、大切に育ててほしいです本当に。擦れないように育ててほしいです。あ、岡山県？岡山一緒だっけ、あれ。え、そう、サリーちゃんマジで、マジで将来性えぐいから。じゃ、最年少好きなわけじゃない、だって私おだいりさん推したし。本当に大切に育ててほしい、みんな頼んだ。でみんな一旦みんな握手会行ってあげよう。え、ゆきなはDD ではないです。あさって横アリ行くのでアドバイスください。私もあさって横アリいるんですけど、盛り上がれです。盛り上がれです。はい、違う、若い子好きは推しメン様のことよ。私は別に若い子好きじゃない、違う。違います、断じて。完売ゼロだった気がする。そんなみんな、なぜ魅力が伝わらないねえ、なぜみんなあんなに、まあ、そっか、でも抵抗ある、みんな。なんかさ、でもみんななんか最初さ、クーって14歳、なんか13歳14歳かかんないさ、みんなさ13歳かとか言って言いつつだんだん行っていくじゃん、わかる。 みんなさそういう苦しない、いやもう13歳はとかって絶対言うじゃんみんな。とか言いつつ行くじゃん。そういうとこあるよねみんなってさ。そう、だんだんね、結局ね、そうだよね。そう、最初さ、正直抵抗あるよって言うじゃん。もう変わらないから、高校生もない、もう、そう。え、渡辺里奈ちゃんもマジでさ、顔整ってるよ。てりゆきさん、ありがとう。犯罪じゃありません。法律の法律まっすぐ。正解書いて、あ待って、見逃した。いやー、体育館ディスコがいいな。みんなこの3連休何するの？誰か遊んでよ。あ、嘘ですよ、皆さんに言ったんじゃないですよ。誰か、明日雨、すっごい雨だよね。誰か、友達、野球観戦、何試合、何対何。妙法トゥースケ、カセットビー除去、ジャジャ、ファイボー、ワイパー。君に似合う人なのかな、噂流れる恋人。次の授業、理科室へ早め歩き。知らない人、知らない君、踊り場でさ、見かけたよ。そんな風に笑っ
プロ野球どこ対どこ、あね、スパーク、スパーク今日川崎駅にね、でね乗り換えがあったんです。川崎駅に乗り換えがあったんですよ今日。京急川崎駅、京急川崎駅、京急川崎行ったらスパーク行く人はこちらって書いてあって、行こうか迷った。シャー行かないなんだ。岡山は阪神ファン、どうなんだろう岡山。私全然野球そんな知らないか分かんなかった。私はね、あのあれですよ、私はあのなんだっけ、ズムサタを見てたから巨人ちょっと知ってるぐらいしかって分かん、楽天対西武はごめん、あーってなるけど何も言えない、誰がいるか分からないね。カホリン可愛いよね。カホリン降臨、君がスパークルだから僕を苦しめる、好きとか恋とかファンだとかそういうんじゃないんだ。岡山は巨人ファンと阪神、確かに巨人ファンもいる。カラオケ行きたいのにこんな喉じゃ、足見せちゃった、こんな喉じゃカラオケできないよ。不思議な世話もんちゃん言って、星野仙一確か岡山だよね。世界変えましょうディグダグダチチ、泣いてじゃ始まらないよ、チュ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 、君君あジュルンジュルンジュルン、君の悲しい過去だって消してあげるよ be happy。 ほら踊ろう体育館がディスコ。私もう桜坂大好き。自分がいくつの頃に戻りたいか、記憶のメモリーの合わせ方を忘れた。 Go on back。 初見です、こんにちは、こんにちは、初見です。嘘が来た、嘘初見来た。桜坂ですね、もう私結構桜坂ね、ここね2年くらいで、ね、結構ね来ててだんだんなんかどんどん毎週番組見てて、好きって感じ。ユーズでもみんな好き、全員好き、 I love you って感じ桜坂大好き。君が干してくれた洗濯物って言った。なんかカラオケでそうめっちゃ歌う。さみだれよ教えてくれ曇り空に。グループ熱ランキングトップ10、うわー、1位ニヤリイコールジョイ、2位に、あ、エンリコちゃんかわいい。に、ノットイコールミー。いや、ま、迷うけどね。いや待って、2位桜坂かも。いや2位ノットイコールミー、いや、あーちゃー、3位桜坂46、石森里香ちゃんかわいい。
あ、そうそうそうね、なんかツイッターバズってるの見た。やべやべやべさん、やべさん友達にいるでしょ絶対に。そうですね、迷います、わかりません、みんな好き。恋はつんばんちゅー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 、どこの合ってるこれ、ルルルルルルルチュー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 チュやばい、誰も反応してくれない。ってことはこれ違ったんだ。そしたらレミ、レミだよ。確かに今すごい人気出たよね。なんか割とセカン、違うわ、サードツアーの時って結構なんかあれ桜坂大丈夫って感じだったんですよ。でもなんかサードサードアニバー、そのあいからそこのサードツアーの後からサードアニバーサリーライブまでになんかピョーって伸びてってピーって感じ。曲ね、私はね、私はあのきん、ん、洗濯物が好きと、さみだれよと、あと無言の宇宙と、なんだっけ、愛は少しでも語り始めてしまったら愛してる方の真剣な気持ちがってやつが大好き。あー確かに新参者、夏の近道完璧だよ。じゃ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 、私はね、アンセムアンセムタイムが好きなんです。 It's Anthem Time、 声の限りさ歌おう、僕の君への思い伝わるように、その汗がいつの日か花開くまで照らし続けようぜ。流れ玉だってやらこんできた流れ玉、めっちゃいいよね。なんだろう、サングラスしたんだろう、めっちゃ好きなの、最近激アツい、いい神曲がいっぱい。でもね、私はこれも好きなのよ。僕は積んだ、いきなりつなちゃん、ちゅちゅるちゅるるちゅ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 るるるるるちゅ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 、これちょっと違う、嘘、なんか TikTok に流れてくるからよく見てるよ。うん、歌詞がね、最後の夜になりそうな気がして、何度もあんたの名前を、届かない声で泳ぎたい、まだ消えない、ランランチャンチャンラン
愛していたんだよって今さら遅いよな。一緒に働きたいな。雇ってねえねえ雇って月100万で雇ってください月100万で雇ってください。お願いします。月手取り100万で雇ってください。月違う愛人じゃない、ちゃんと会社として。自己 PR ですか。そうですねそうです、月手取り100万で雇ってください。あ、ボーナスはボーナス年2回お願いします。夏が 2.5 ヶ月分で冬も 2.5 ヶ月分お願いします。毎日朝礼幽霊に一曲披露で100万くれるんですか。月お給料嘘です、ありがとうございます。あ、なんかよく言うじゃん 2.5 ヶ月分とかっつってね。え、それ年収2000万だよ、やばい。 JO1 やばい、それお金持ちになれちゃう。お金持ちになれちゃうよ。休み？休みありだよ。完全週休2日制ですよ。完全週休2日制でお願いします。ああね、税金高すぎない？税金高すぎない？あ、ちゃんとホワイトな仕事にしてくださいね。その危ないなんか密輸とか私やらないですからね。年間岡山の子やん、岡山の子って言ってくれる、ありがとう、久しぶり、イエーイもう鼻水止まらないのよ。でもさ、みんなさん聞いてください。私もね、もっとアイドルと思えない真剣な悩みを聞いてくれますか。聞いてくれますか。はいって言ってください。グロックさん、ありがとう。まあね、私ね、社会人3年目になりますけど、とかになります。で、今の会社もお好きなんですよ。人も好きだし仕事内容も割と好きだし、なんか自分にも合ってるなと思うし、周りから見てもすごい向いてるねって言われるんですよ。そのかまちゃん向いてると思うよみたいな言われるんです。で、いいんですよ、いいんですけど、で別になんか多分お給料がなんか超低いとかそういうことはないんですけど、ただ東京にいる意味が、いや、なんか東京にいるのが嫌なんです。そう、そう、東京にいる意味が見出せないんですよ。そのなんていうんですか、その仕事が、私が今やってる仕事がここにあるとか、今私が東京にいる意味って、東京にいてよかったなって思うことって、
オタクがしやすい、オタクがしやすいってくらいで、そうで、そのなんか東京の人混みとか物価高とか家賃の高さとかに対して自分が東京にいる意味が見出せないんですよ。そうっていうのが今のガチの悩みですなんか別に私インスタ映えのご飯とか食べに行かないし、そんなチェーン店でいいんですけど、でもそうだ、もっと会えるとは思えない悩みって言ってるじゃん。でも今の仕事が、まあ、今私のはその会社が東京、その東京転勤とか特にないからこのままだとここにいることになるんですけど、営業だからさ、じゃあ全部リモートで地方でやりますとかってできないじゃん。あ、私はねお金持ちと結婚をしたい夢を小学校ぐらいに考えたけど、私は自分で働きたいんですよ。だからいい面はオタクができる、オタクがしやすいなった時に、でもで私はでも私今は確かにオタクをしたい時期じゃけん、え、地域ぼやかしてたの私ですか、私、え、もう私なんか地域ぼやかしました、言いました、なんか家言っちゃいました、東京ってあれね、あのなんて言うんだろう、東京近郊も含むあれですよ、このこのもうなんて言うんですか、このこの都心みたいな、都心一都三県がもう、じゃあその埼玉の端っこでとか千葉の端っこで神奈川の端っこでっていいかって言ったらそれも嫌なんですそれも嫌なんです。そう、首都圏嫌なんです。嫌なんです、嫌なの、嫌なの、ぶっちゃんありがとう。でも仕事は好き、今の好きだから、割と今のとこ好きだから、もうちょっとってか分かんない、そのいつ転職したいとかまだ考えてないけど、今の仕事まだ続けたいと思ってるし、でもオタ活はしたいんです。オタ活したいけど、でもオタ活もだって今の推しちゃんたちも分かんない、何歳までやってくれるか分かんないけど、でも私はでも将来はさ、私はさ、あの結婚もしたいし、結婚してベイビーちゃんも欲しいしってなったら、多分ベイビーちゃんなんてできたらさ、オタ活なんてさ当分できるもんじゃないじゃないですか。え、そうとか一軒家昔私一軒家のさ、こ何新聞に入ってる広告見るの大好きだった。そう、結婚したいですよ。30歳までにはウェディングドレスを着たいんです。合ってる会社大事だよね、なかなかね、人がやっぱ会社ってさ大事じゃん、人とか大事じゃん、それはいいんだよね。そうだから、でね、でも今の仕事にと近いようなことをこれからもやっていきたいとかなったら、じゃあなんかしたら、この間ね大阪いる人と喋ったんだけど、大阪なんかさ、みんなさ就職でさマイナビとかさリクナビとかさあるじゃん、あれでさいろいろさ募集概要書いててさ、お給料書いてたりするじゃん、わかる、みんな、なあるじゃん、あそこにさ、なんか例えばさ、あのエリアでさお給料違ったりするの、
なんか東京なんかなんていうの、首都圏、首都圏、首都圏と首都圏となんか大阪とか名古屋とかは他の地方より2万円高いとかさあるじゃん。そのさ、それでさ、東京と大阪ってさ大体一緒のくくりにされてるのに、家賃相場が今全然違うよ。全然大阪の住んでる人に聞いたら、大阪全然さ全然安い、安いのよ。ってさ、大阪ありとか言って今揺らいでるの。そう、大阪、そう、治安なんてね、なんか言うじゃん、なんかなんだっけ、足立区治安悪いとかさ、川崎治安悪いとかさ、なんかあるけどさ、変わらんて。でも家賃が違うと思う。家賃全然違う気がする。わかんない。でもその大阪に私のやりたい仕事があるかかどうかが、まあね、いろんな今のゲットした能力をいつかは別のやり仕事で使う、活用できたらいいの、いいとは思うんだけど。しかもなんか東京食べ物も高い、カフェとか。なんでその、あ、また足出しちゃった、足見ちゃった。2000円、2000円とか2000円以上普通にすんじゃん。高いよ。それは大阪でもなのかな。高いよマジで。新喜劇は岡山でも見れました。え、だからさ、それでさ、大阪とかって思ったらさ、あの、あ、実家も近くなるやんみたいな。え、そんな初心に住んでないですよ。港区に住んでないですから。港区でも新宿区でもないですから。そのなんか何なんだっけ、岡山テレ東見えますから。岡山テレ東見えるんです、知ってました？あ、港区女子ですよ。はい、港区女子でした、すいません。でも高い、違う、どこでも高いの。それがもう嫌で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 。岡山来な、今度岡山帰りますよ私。岡山帰ってさ、ね、聞いてよみんな。私さ、また話変わる、すぐコロコロから。なんか岡山に友達がいるんです。私は岡山に友達がいるんですけど、いや岡山ね、民放結構映る。あの、私が小学校2年生ぐらいからずーっと仲良しなお友達がいて、もう中学もその子と毎日3年間、その3人で仲良し3人組で毎日通学をしたお友達がいるんですよ。でね、その友達と高校はバラバラだったんですけども、でもう10年近く会えてないの。なぜかって、友達は成人式にも来なかったし、喧嘩とかもしてないし、したいんですけど、まあなんか LINE が苦手な友達とかいるじゃん。全然ね、音信か普通でね、みんな周りの友達も、あれ、まるまるちゃん最近元気なの、え、わかんないみたいな、結構音信普通で、あれみたいな。でも私は会いたかったんですよ。で、ちょっと今度岡山帰るんだけどさみたいな、で連絡してみたの。会えることになったの。
嬉しい。会えた瞬間泣いちゃうかも。嬉しい、嬉しいよ。やばい、何年ぶり？高校って会ってたのかな。連絡は取ってたんだよな。でね、模試の結果とかの話してたから。でも大学からは絶対会ってないでしょ。でも7年、多分マジで8年から会ってないんじゃないかな。8、9年ぐらい会ってない気がする。お互い結構受験勉強とか忙しかったから。結婚はしてないね。嬉しいの。そう、やばい、激アツ。会いたかった、会いたかった、会いたかった。イエス、ラピーシさん、ありがとう。しかもその友達すごいのが、なんか文字の合計点数とかがなんか結構一緒になるの。すごくない？5教科の合計点数一緒とか。そんなに一緒になるってくらい一緒だったの。すごいでしょ。高校の時でも途中1年生とかって分離関係ないじゃん。で、私みんなに会いたいんだよね。みんなに会いたいというか、みんなと直で喋りたいんですけど、でもさ、なんか誰かと一人ずつ会うとさ、なんかさ、それはちょっとなんかあれじゃないですか。なんかつながりだみたいな。私も一般人だからいいんですけど、いいけど良くないじゃないですか。見え方としては良くないじゃないですか。でもみんなと喋りたいの。どうしたらいいの。男性の好みは違うね。カンニングしない、一緒のとこで。でもみんなとお友達になりたいんです。で、みんなと、私みんなと気合うと思うんだ。みんなとさ、私たちオタク同士じゃない、気が合うと思うんだよね。そう、みんなとお友達だと思ってるんです私は。だからもういっぱい買って、今私だってずっと一方通行なんだよ。分かった、みんなでさ、円卓になってさ、みんなと円になってさ、喋る会したいね。ディベートする？好かれようとして気を使って喋る？なん？私に好かれようとしてるの？本当は裏でめっちゃ悪口言ってんしょ。知ってるよみんな。ブサイクすぎるとかさ。私の家の隣にいる誰か。こんにちは、こんにちは。ファンクラブ作った。でもさ、ファンクラブってさ、ほら会費が会費かかっちゃうじゃん。運営するのにもさ、タダでできるわけじゃないからさ、お金かかっちゃうじゃん。みんなここではいい顔してるかもしれんけど、裏で友達と LINE とかでさ、ユッキーナうざすぎー、ユッキーナうざすぎーって言うやん。ユッキーナキモいとか言うやん。ね、年会費1万円、まあまあするね。ヘラッキーヌ、メンヘラじゃないよ、違うよ。はい。でもみんなともっと喋りて。かまちさん、まな板くらい。ああ、まな板ね。もう言うときなさいな。こちとらな人生で一回も太ったことがないんですよ。わかる？骨格あとウェーブなんですよ。飲み会はやりたくないです。出
ますか、骨格ウェーブ、骨格ウェーブって酔ってないですよ。私でも考えたんですよ。で一回例えばめっちゃ太って、めっちゃ太って綺麗に、綺麗に残すようにダイエットができたら、多分相当相当スタイルのいい体が出来上がると思うんですけど、私は人生で一度も太ったことがないので、そうなんでどうしようもないわけですよ。しかも骨格ウェーブ、はい、太りますよ。太るけど調節してるんです。ウィズライブって何、ウィズライブって何ですか。だからさ、ほらみんなさ、こうやってさ、こうやってなんかこうやってさ、こうやってこうやっても、なんか持ってくみたいなさ、こういう持ってくみたいなさ、あのこうやってこうやってこうやって持っていくとかあるやん。持ってくもんがそもそもあんまないんですっていう話です。どう、伝わった、伝わったかい、みんな。こんなのさ、女子とかの前で言ったら嫌われちゃうよ、本当に。やめな、こういうこと言うのって言われる、絶対に。今からコメント、そういうコメントが来る。ゆうやさん、ありがとう。リアルに会うとね、私は変わらないのに。でもいいの、今日顔ちっちゃいって褒められたからいいの、私はそれだけで満足なの。なんか、利益、利益、利益分からん、ちょっと今分かんない。でお大様スレンダーです。いや太りはしますって、太りはしますよ。でもいわゆるおデブちゃんにはなったことがないです。うん、会社の人からメッセージが来た、利益いくらですかって。仕事してる、仕事してる。株やったことない、 FX もやったことない。一応一応積み立て兄さんはしてる。やっと始めた、遅いって。でもずっとなんか今までお母さんがジュニア兄さんやってたから、その口座を解約しないとできなくて、そう、まあ一旦突っ込んでみてる。 でも結局さ、誰も私のさ悩みに返してくれなくなった。私がこの東京にいる意味を考えてる悩みに対してさ、誰も返して、あ、オルカン、オールカントリーにしてる一旦。え、みんなさ、ニーサ、積み立てニーサいくら、月いくらぶっ込んでるんですか。みんなさ、オタクに月いくら使ってるんですか。いや、お仕事が理由は、それはそうなんですけど、そうなんですけど、でもそうじゃない日が来るかも、いずれ来るかもしれないじゃないですか。え、で東京から離れたいっちゃ離れたいです。月20万も入れてるんですか。みんなって貯金してるんですか。貯金してますか。
10万15万、やばいよ、私が15万なんて使ったら赤字だよ赤字だよ。なんか最近気づいたらお金消えてく、何に使ってんだろう、別に遊んでもないのに、なんで服も最近買ってないし、貧乏なの、貧乏なんです。私はさ今さ積み立てをさ月3万円入れてるんですけど、少ないかな、増やした方がいいのかな、どう思うみんな。普通、もっと入れた方がいい、どう思う。暴落来る、ガチ。なんかさアメリカ、うん、いつか、今さ今円安やん、いつかさアメリカのドルの価値が下がるって本当。ユキーナは社会人3年目のお給料です。でも今月、うん、今月から、あの今月でお給料が変わるんですよ。今月からお給料が年次のやつでアップするんですけど、まだいくらアップかがまだ分かってなくて、来週分かるんでドキドキしてます。円安は当分続く、利下げ、何ちょっと ボーナスください。副業なんかいい副業ありますか？いい副業あったら教えてください。怪しくなくてちゃんとしてて、でもじゃあ、あの配信は確かに皆さんがあのくださるギフトは確かにありますけど、でも副業お金くれって思ってやってなくて、やってなさすぎて、もちろんギフトは嬉しいんですよ、ギフトは嬉しいしありがたいんですが、マジそういう目的でやってなさすぎて、ちょっとマジでこの通り喋りっぱなし倒しなんでって感じです。だからなんかいくらとか気にしたことなかった。タイミー、何、星が星になっちゃった。田所さんありがとう。セルルさん、なんでセシルじゃなくなったん、ん、セシル、セルジー、どれが本当、どれ本名、ありがとう。でもチョコミントアイスね食べれないんですよね。なりうちわさんありがとう。チョコミント食べれない、咳出る。自分のサインって誰が買うねん、誰がサイン、私のサイン買うんですか。チョコミント食べれない、仮に服用したとしていくら欲しい、100万円嘘です。どんな服、怪しすぎるやろ、個人事業主、でも私会社員だよ、ミントに、ミン、チョコミント好きじゃないね、会社員。みんなさ、でみんなさお給料いくらもらってるんですか。帯にこだわるって何ですか、帯。サイン買います、優しい。大好き丸さんありがとう。お金の話も確かにいかんよ。でもゆきなさんはですね、将来が不安なんです。
このまま老後が心配なんです。老後が心配、老後は無事に生きていけるでしょうか。老後が心配なの。え、もうさ、昔なんか2000万ってか言われてたけど、2000万で生きていけんくない？そうだよ、老後が心配だし、なんかさ、新卒、確かにね、新卒のさ初任給めっちゃベースアップしてるよね。実家が太い男、ウインクして。マンション系、まずマンション買うお金がないです。なんかさ、なんかさ、でさ、今のお給料で、じゃあもしさ、お給料でさ、じゃあ結婚しました、子供ができました、え、子供育てるお金どこにあんねんって感じなわけですよ、じゃないですか。でおばあちゃんになりました、で定年退職してるわけじゃないですか。どこにお金あるんって思って。え、そうだよね、新卒でさ、例えばさ、新卒ベースアップしたから何年目までもベースアップしますみたいなさ感じだけどさ、ね、だと思うけど、そうじゃなかったらさ、中堅の方がさ低かったらさ、それやめるよね。私も借金したことないです。 YouTuber は今始めてもね、稼げないよ私は。将来不安。私は別にお金持ちになりたいっていう願望はなくて、なんかもっと稼ぐぞとかもなくて、不自由なく暮らしたい、不自由なく、これが一番難しい、不自由なくというか、もう貧しい苦しいよ、お米一粒しか食べれないよとかじゃなくて、普通に暮らして十分みたいな暮らしをしたいんです。ね、稼がんといけんよね。 YouTuber OK やりますね。ブンブン、ハロー、 YouTube、 今日はキキオちゃん、テレテテテテテ、そうですね、今日はですね、カマチの大好きな緑茶を当てるゲームをしたいと思います。イエーイ、パパ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 。そうですね、私はまだこの お茶の銘柄が、はい、見えておりませんので、飲んでみたいと思います。うんうん、あー、わかりました、完全にわかりました。生茶。じゃあ正解見たいと思います。あ、逆やないか、生茶大正解。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。バイバーイ、ブンブン。完璧やん、 YouTuber なれました、ありがとうございます。はい、 YouTuber です。登録してください。セブンさん、ありがとう。シーズー、シーズー、デーチチ、You know、 デーチチ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 チ。他の SNS、そうですね、
そうですね。他の SNS も大事ですね。ちゃんがいいちゃん推しでしたね。いやでいいんですよ、私はもう別に、私はもう平凡な、平凡で平和な人生が、平和、私はね平和に生きたいんですよ皆さん。平和、平和な人生を過ごしたいんです。平和で生きたいんです。わかりますか皆さん、平和です、平和が一番なんです。よろしくお願いします。平和で、公務員、平和がいい、平和で暮らしたい。でこういうさ、この辺だけの YouTuber いるよね。ぐじゃあ平和に暮らすための最低限のお金が欲しいです。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう、右手がグーで、左手が、チョキで、グーとチョキ、グーとチョキ、グーの勝ち。で、そうですね、で、以上です。あ、ちょっとみんなにさ、見せたい。私、喉仏、喉仏見せてあげるよ、みんなに。貴重な喉仏見せてあげる。伝わるかしら。喉仏、喉仏見せてあげる。喉仏見せてあげるよみんなに。あ、押すやないか。あ、差別です。めっちゃ出てるんです。でもこうやってね、これでね、中学生の時にね、あー喉仏出てる男だっていじめられました。だからすごい、あ、私って男の子なのかなって悩んだ中学生時代でした。なので今その記憶が呼び戻されました。悲しい。泣かないで、泣かないで、もう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ、追いかけてやるかな夢を、じゃらららららら、らふとした瞬間に視線がぶつかる、幸せのときめき覚えているでしょう、パステルカラーの季節に恋したあの日のように輝いてるあなたでいてね、負けないで、もう
少し最後まで走り抜けてどんなに現れてても心はそばに。ザード、この曲って。そうだよ、本名かまちだよ。なんか一緒なんで、親族だよ。お家かけで遥かな夢を。うん、知らんかった。そう、親族よ。親族なんや、実は。遠い親戚。そうそうそう。そうそう、松田聖子さんも親戚。そう、親戚やねん、実は。謝罪します。いいよ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。どうぽいぽいですか。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。新人っぽい。フレッシュだもん。まだ3年目のフレッシュだもん。いやー、そうですよね。今日、いやー、暑いですよね、ほんとに。とか言って。飲んでないです。飲んでないし、晩ご飯も食べてない。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。晩ご飯、晩ご飯ない。晩ご飯誰か作ってください。ひゆか似てる。嘘。ひゆかかに、ひゆか恐竜。カニ、ヒユカ、はい、恐竜。ソウルマッコリ、マッコリ飲んだことないんだけど、美味しいの？リニア乗りたい、私。リニアっていつできるの？大阪までさ、1時間で行けんだっけ？私あれ好きだよ。チュン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 、ビン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 ってな。ビンビンビンかーみたいな。今世紀中。あ、ね。史上、なんかそれなんかどっかで見た。なんかリニアについて調べまくってたら、なんか体験のなんか広告出てきた気がする。あ、大月で山梨。そう、ビビットガール。トゥルトゥチチビビビビガチチ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 チ。私さ、広島とか行くことが多いんですよ、出張で。4時間かかる。マジでもういつもその新幹線の中で
仕事するんですよ。なんかまあこの間名古屋行ったりとか大阪行ったりとかあるんですけど、もうねもうなんかいつ履いてもおかしくないぐらいで、あーってなってるのよね。4時間やばい。4時間えぐいよ。私ね本当に車酔いがやばすぎて、でもね違うの、飛行機だとさ空港から遠いじゃん。でさ空港からさ、そう遠いから嫌なんだけど、もう本当に新幹線酔いひどくて、てかまあパソコンいじってもいじらんくてもやばいんですけど、あの梅練りかコンビニであのカリカリ梅を3袋3袋買って4時間をいつも乗り切ってる。ずーっと梅を舐め続けるので、最近はねタクシーもダメなんですよ。タクシーもね一瞬で酔うんです。なんかもうタクシー乗るだけで気持ち悪い、吐きそうってなっちゃうの。タクシーの匂いがダメ、最近無理。新幹線だからもう酔ってこうってなるしかないけど、仕事したりとかしないしたいじゃん。でそう三半規管めっちゃ弱い、めっちゃ弱くなった。ジェットコースターは好き。えね、誰か明日ジェットコースター乗ろう。えそうタクシー無理なの。タクシーえ、なんか最近どんどん弱くなってくる三半規管。誰かジェットコースターの富士急がいい。ベストは富士急がいいけど、近場だったらディズニーは怖くないから、あの読売ランドのジェットコースター割と好きだったかも。違う、読売ランドはさあれだ、あのさ読売ランドこれで1回転するやつ好きでした。花屋敷行ったことないんだよね。豊島園行ったことない。富士急行きたい、富士急行きたい。後楽園？後楽園ジェットコースターないよ。あったっけ？ないよね、後楽園って。ないよ。八景島ってさ、シーパラってジェットコースターあるの？ないよ。あ、そっち？後楽園って。岡山の後楽園じゃないの？あ、ね、ハリーポッターだよね。岡山の後楽園かと思った。あれね、東京ドームのところね。岡山は日本三大庭園だよ、後楽園は。デートスポットらしいよ。デートしますか。青春したいわ。最近青春を取り戻したい。私が学生時代陰キャすぎてできなかった青春を。理想のデートスケジュールですか。理想じゃあ OK、ゆきなちゃんの理想のデートスケジュールをお話しします。朝じゃあ8時ぐらいに目覚めます。でまあ9時半、1時間半ぐらいで準備します。で10時半ぐらいに待ち合わせね。
違うね。で、あ、違う、10時に待ち合わせね。でして、10時から2時間、招き猫の朝歌で、カラオケをします。で、アイドル縛りのカラオケをします。で、お腹空いたねって言って、ご飯を、まあどっか並ばないところでご飯を食べます。で、あ、そろそろ、でもちょっとカフェとか今行ったりしながら、なんかこう、なんかブラブラしながら、あ、そろそろ行くかっつってライブに行きます。で、タイガーファイヤーサイバーファイバーダイバーバイバーじゃあじゃあトーラヒーって言って帰ります。楽しかったね、またね。どう、どうですか。全然別に相手がアイドルオタクじゃなくてもいいですよ。私がアイドルオタクにさせるから。いや、ただのデートですから、デートですから、ちゃんと、そうですね、あのペンライトは、ペンライトは2人で1本2人で1本、こうやってこうやって振る。乾燥、歩きながら乾燥会して帰ります。どうどう、嘘嘘、そんなわけないじゃん。理想のデート、理想のデートは、家でゴロ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 、ああ今日は何にもしたくないって感じですか。うん、それか、私も歩くのすぐ疲れちゃうんで、もう全部全部全部おんぶ、全部おんぶで街歩いてくれたらいいかもですね。どうですか、のりのんさん、ありがとう。目立つね、目立ちたくはないな、私目立ちたくはないので。結婚発表、いや久しぶりにしようと思って、なんとこの度私10年以内に結婚をすることを発表します。で、みんなさ、みんな私が結婚発表するときはさ、どの発表形式がいい？私別、あの、私別になんかさ、あのもうさ、あの芸能活動してないからさ、 X でご報告なんてしないんですけど、どういう形で知りたい？結婚して、私がこの間ね妄想したのはね、結婚して10年経ったらお知らせすんの。なんと結婚10年を迎えましたつって、そう、あ、 OK、 じゃあこの度一般男性と一般女性が結婚したことを報告いたしますっていい？私事ですが、チームエイドの2019年加入組では、だって私が最年長ですから。結婚してました。あ、じゃあ OK、 我が子が
成人を迎えましたにするね。我が子が、え、みんなその頃私のこと覚えてんのかな。ユナサリチャキ、ちょっと待って待って待って、サリが入ってる、お目が高いよ。サリが入ってるよ、ユナサリチャキキナになってんじゃん。ほら、もう私がさっき散々語ったサリ、確かに太め早そう。その方向早くてもいい、分からんで、ね、もうだってもう私結婚して子供がおるかもしれんやん。したら44か分からんよ。もう最初からそのつもりで、そのつもりでさ、まだみんなに言ってないだけかもしれんやん。意見分からんで、え、さっきね、さっきね、もうサリちゃんを、サリちゃんを大切に大切に育てようっていう話をみんなとしてたの。だからお目が高いよ。関西弁の彼氏できた？いいえ。え、今チームエイトでさ結婚してる人って誰がいるの？ななみちゃんと福地れなさんと他には誰がいるの？でもでもそろそろ結婚なし始まるのかな。私は30までにドレスが着たいんです。30までにドレスが着たい。お肌にシワがいっぱい寄るまで前に、前にドレスが着たい。あ、でもいいな、大人の魅力を持ったウェディングドレスも素敵だな。どっちでもいいや。オミといい勝負、何が、オミの方が早く結婚しそう。でもさ、なんかさ、オミってさ、決めた、オミこの人と結婚するって言いそうじゃない？わかる？オミ運命やねんみたいな、オミ運命感じたとか言いそうじゃん。ともきさん、ありがとう。結婚してでしょ、海で突然バカにしてない、バカにしてないよ。海、運命の人に出会ったのみたいな。あ、もうゆうきさんやん、ごめんやん、ごめんやん、ごめんやん。で、今日あのさ、私が多分今関西弁なのはさ、会社に関西弁のさ人だって今日一緒に仕事しとったけん、なんかあれ迷った、二択間違えたがね。でオミはマジでなんかフィーリングでオミ見つけたみたいな。でも私は絶対慎重派なんでしょ、もう性格的にめっちゃ慎重派だから。運命出会った、運命とか信じないならちょっとちょっと強引にデスティニーが暴れてる、君が好き。大観山ちゃんって誰？そうでした。会社の一緒に仕事をしてるメンバーがさ、私以外 B 型だったんです。私 A 型です。で、私以外全員 B 型で、私別に A 型の中だとめっちゃ全然雑だし、あんま A 型っぽくないって思ってたんですけど、なんか几帳面だねって最近すっごい言われるんです。だから、あ、私って A 型なんだって思って。ゆなさりちげきなさん、ありがとう。服めんどくさいってたもの。
ゆいちちゃんが長崎だよ確か。そう、映画では大雑把だけど、なんか多分変なところ几帳面で、資料を作るとかなんか物作るとかだった時にすごいなんかミリ単位の1ミリとかの調整してて、印刷物とか。そうだからすごい几帳面だなって思いましたってだけです。さあ1時間半経った、1時間半過ぎてる、終わろう。ここでみんな元気で、突然終わる人、お母様。あ、ねみんな今日ね、今日、あ言わない方、今日パパ様のお父様のお父様の誕生日なんです。今日お父様のお誕生日なんだ。急な終わり。 でさ、お父さんにさ、お父さんにお誕生日おめでとうって言って、で何歳になったのって、〇〇歳だよって、おじいちゃんだねって言ったの。家族ラインでおじいちゃんだよ、おじいちゃんだねって言ったら、なんか、あんた妊娠したのとか言って、え、お母さんがさ、お母さんかって、お母さんがさ、それに対してさ、えとか言い出して、どういうことみたいな、こっちも なんでそうなるんっつって、違う年齢がじいちゃんって言うことを言いたかったのに、そんな突然さ、突然なんかサプライズしないですし、はい、予定もないし、えとか言って、ちょっと、ならないでしょ。もうおじいちゃんですねみたいなテンションだったの私は。嘘、お母さんとお誕生日なの？マジ？お母さんも誕生日。そう。下ネタ？え、そう。え、全、え、なんでそう、お母さんちょっと捉え方がびっくりした。え、違う。ブリントさんありがとう。そう、おじいちゃんのもう年齢だねって、高齢だねって言いたかっただけなんです私は。喜んでない、えとかって言われただけ。お父さんがヨボヨボになる前に結婚したいですね。孫の姿をつって、突然すぎない？結婚しますとかさ、その前にさ、おじいちゃんになりますとか。はい、それ以上でした。お父さん60代。はずせんさんありがとう。セキシュル。そう、だからおじいちゃんだねっつって言ったの、勘違いされちゃったよ。怖いよ突然。はい、ということでランキング見ます。突然13位マコリンさん、12位ブリントさん、11位エビ様さん、10位田所さん、9位グロッグさん、8位池上翔人さん、7位ヨシさん、6位カラキダポッポさん、5位テルユキさん、4位ラペイシュさん、3位ユナサリチャケキナさん、2位チュンチュンさん、1位ユウキさん、落ちて14位や、落ちてるわ。はい、
残念です。ありがとうございました。それではまたいつか会いましょう。今月あるんじゃない、わかんない、暇な、あ、こういう暇だなって思ったら配信してます。いい、みん、じゃ次ここでお酒飲むね。梅酒ソーダ作りながら、いや全然美味しくないやんけー、わー、何この古典的なリアクションは。はい、暇な時にやりますってことで皆さん、やばい、今終わるとこだよ。間に合ったとか言ってるけど、ギリ間に合ってるけど間に合ってないよ。はい、梅酒ソーダを飲みたいと思います。今度するときは。で皆さん、バイバーイ、バイバーイ。